が帰ってくればオリックス同線、バッターボックス西浦、新生オリックス若いプレイヤーたちで同点に追いつきました。内野が前に来ていたので最低でも高い内野ゴロか、捉えた当たりは外野後方へと消えていくでしょうか、ライトスタンドに持っていきました。お見事、19歳、9回のエース菅野の高めのストレートを捉えてみせました。今シーズン西浦オリックスの象徴となっていくでしょうか、西浦。